府立一中校長時代の勝浦友優勝浦、友優勝浦友生から1926年12月7日は、日本の教育者。大阪生まれの日向国高鍋藩士族の出。明治維新を経て、維新政府に仕え、和歌山県師範学校校長を経て、警察官の左遷人事にあったりしたが、東京府の理員となり、東京府尋常師範学校幹事から1890年から1909年にかけて、東京府尋常中学校校長職にあった。勝浦が東京府尋常中学校校長に就いた時代は、ちょうど旧制中学校制度が整備されつつある時代にあたり、勝浦も1894年の中学校令制度改定に中心的に関わるなど、様々な提言を表してもいた。森有則に近く、時の東京府知事によって、広中校長に抜擢されたのもそうした言動によるものであった。また、ヘルバルトと儒教思想に影響を受けた教育勅語が制定された時代にあり、国学を専攻し、そうした主張や時代精神に強く影響を受けた勝浦は、校訓として教範三綱領を制定した。また、体格検査、修学旅行の企画、学友会や保護者会も最も早くに導入した。さらに、卒業時期が年に2回あったことの不便さや、会計事務処理上の便宜上の理由もあって、卒業時期を3月、新学期の開始を4月にするなど、全国の模範となった。また、進学指導を活発化させ、1891年9月、第一高等中学校への連絡を最も早くに獲得した。末は博士か大臣かという時代の空気にあり、卒業生はできるだけ帝国大学へ送り、なるべく大学教授にするのが理想だった。1904年、澤柳正太郎文部省普通学務局長から、高層校庭が大韓帝国の近代化のために、皇室特派留学生を主に府立一中に委託することが伝わり、同年11月5日、上は30代から、下は10代までの44名の特派留学生の入学式が執り行われた。授業は日本人在校生とは別であったが、校庭などでは交流もあった。翌1905年12月5日、勝浦の法知新聞での朝鮮人に教育は不必要だというコメントに反発して、蔡林や張印をはじめとする皇室特派留学生の全員が、同盟旧校に入り、退学した。後、伊藤博文韓国統監の移植により、朝鮮の教育を視察、準州校庭に謁見した。1909年4月、関東都督府旅準中学校長に赴任。1920年、東京に帰郷し、1926年に死去。ありがとうございます。